昨日からあなたのことで頭がいっぱいなの。白木さん、あなたのことを思うだけで胸が張り裂けそうなの。統合病院？行こう、キャラちゃん。ミスランディアの野望は遂げられぬのだから。ヘンネル、ただの公職な変態とばかりは言えない。コーヒーよ。おお、ありがとう。いい香りだ。豆が違うね。
そうよ、なんて言ったってお湯を注ぐだけでできちゃうんだから。はい。はい。何その格好。いや実はさ、今度のテレビドラマで忍者役をやることになってさ、役作りをしてるんだよ、ニンニン。おい、やったな、遠い。ついにテレビデビューかよ。そうね、おめでとう。うまくチャンスを生かせば一躍人気者になれるかもよ。あ、そうさ、覆面をしてるけどね。だから人気者になるチャンスなんじゃない。実は僕、包茎なんです。花みんな、仕事しろよ。カメラ目線。難民キャンプ、英語を知りたい。おべその一。電話待ち。やめてー。バットやんけ。夜行性。姉さん事件です。まぶしい。サクセス。
はい、始まりました、デジタル編集の後期です。まだあれだね、2回目ですね。前回は休んじゃったんで、前回休んじゃったでしょ多分。あ、3回目ですか、ね、ランチのボタンが足りなくて確かデジタル編集後期お休みさせていただいたような、はい、ちょっと久々でしょ、ね、そうでしたね。さあもう今回は言うこといっぱいあるでしょ。あ、なんたって2枚組ですからね。そうですよね。もう今チェックしてるんですけど、うん、終わんないんですよね。終わんない、コンテンツ量が多すぎて、うん、なんて贅沢な。っていうか本当終わんないね、うん、疲れたね、うん、ずっとチェックしてるの帰れない、うん、で昨日あのメンソーリー石川くんがチェックしてたクイズゲーム、ね、多分ね、これも読者も今やってて分かんねえよってできねえよこのクイズみたいな思ってると思うんですけど、非常に最後までクリアするのが大変な、うん、朝の5時ぐらいまでやってたんです、難解な、やっとできました、その頃にはもう誰もいないですからね、みんな帰ってますからね。俺も朝来た時に石川に言われたんですけど、その画面とか撮ってないからさ、うん、あ本当みたいな、意外とねあれやってみるとねこう悔しいんだよね。ですよね、うん、一般常識問題とかだったりするからね。そうそうそう、面白いなみたいな。他にもほらだからエロブとかもさ、音のコンテンツもさ長いじゃん、聞くの長いです、ね、30分しっかりラジオ番組として作ってるんで、これはマジであれですよ、1ヶ月遊べちゃいます。うん、ジャイアンだけで遊べるわ。これはもう週末は寝かせないみたいな感じですからな。もう大変、体験版も23本、うん、すごいですよ。こっちも先日が12本で先々日が15本だったんで、まあ、それもある意味ね削ってたからね、容量足りなくてね、そうですね、落として